どうも、黒さんです。今日は人がついやってしまう時間の使い方というテーマでお話ししていきます。まず時間とは1日24時間誰もが平等に与えられています。で、その時間をどう使ってきたかがその人を表しているので、時間というものは最も貴重な資産とも言われています。で、今回は人がついやってしまう時間の使い方というものをとある実験を踏まえてお話ししていきたいと思います。僕は個人的にこの実験はすごい面白かったので、ぜひ最後まで見てください。それでは早速行ってみましょう。ある実験で10万円を今日受け取るか、11万円を1ヶ月後に受け取るかという選択する実験をしたそうです。この実験をしてみると、参加した人のうち 82% は1を選んだそうです。2を選んだのはわずか 18% で、ほとんどの人が1が望ましいと考えました。よく考えてみれば、1ヶ月経って2を選んだ方が1万円多くて得をするはずです。けど、人は目の前の満足を選びたがる傾向があるということです。じゃあ次に別の問題です。10万円を1ヶ月後に受け取るか、11万円を2ヶ月後に受け取るかを実験したそうです。これに変更すると、1を選んだのは 37%、2を選んだのは 63% になったそうです。先ほどと同じように、1ヶ月の差があるという点は同じですが、今度は1ヶ月長く待つという選択が入っています。この実験から学べることは、人は現在から近い時間ほど重要に思うということです。で、現在から遠くなればなるほど、人はあまりその物事は重要ではないと思う傾向があるということです。この実験の内容は僕はすごく目から鱗でした。で、これはもっとわかりやすく言うと、小学生の頃の夏休みを例に出して考えるとわかりやすくて、夏休みは30日あるんだから夏休み初日から宿題なんてしなくていいじゃん。って思うのも現在から遠い時間にあるからなんですね。何日も先の話なら今は気にしなくていいじゃんって、人の心理は自然とそう思ってしまいます。けど、夏休み残り3日となると、焦って宿題や自由研究に取り組むっていう行動をすると思います。つまり人は現在に近い時間ほど貴重に感じるということです。例えばここにクリップがあります。見えますかね？ちょっと小さいんですけど、これ僕手に持ってるのがクリップなんですね。で、小さなものでも目の前に突きつけられれば大きく見えるように、人は時間が差し迫ってる問題はやたらと大きく解釈してしまうんですね。なので、何か物事を決める、意思決定する場合は現在に近い時間ほど過大評価してしまうんですよ。で、それをしっかり認識してより客観的な判断ができるように注意をしていくこと。僕はそのことをこの実験を通じて学びました。時間を遅らせても問題がないのであれば遅らせればいいし、今自分自身がやるべきことならそれに集中する。これを理解しておくと、時間管理や時間の使い方が抜群に上手になります。現在に近い時間ほど貴重に感じる。これは僕自身もすごくいい勉強になったので、あなたにとってもこの動画が何かの参考になってくれたら嬉しいです。この機会にチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。